はい、夢中人です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。ただいま、千歳空港ですね。先日、那覇空港の、国際線ターミナルの映像を上げたんですけれども、今回は、千歳空港の国際線ターミナルの方に行ってみたいと思います。今いるのはまず、国内線ターミナルなんですけれども、そちらの方と、国際線のターミナル新しいのができましたので、そちらの方を伝えている、ブリッジの方を、歩いていきたいと思います。その間に、こういうふうに、お店が、いっぱいあります。もう、特に、何か、宣言が出てる、緊急事態宣言が出てるとかっていうこともないので、まあ、かなり、人が、多くなってるっていうふうな感じはします。フライトの方もですね、まあ、キャンセル便は結構出てるんですけれども、まあ、ほとんどの、便がですね、まあ、80% と 90% あるいは満席で取れないとかっていう風な、状況に、なってきていて、まあ、かなり、お客さんというか、搭乗者もですね、まあ、国の方がですね、GoTo トラベルを推奨してるっていうことからか、まあ、まあ、多くなってきてるかなっていう風な感じです。前、千歳空港に来た時、あるいは、那覇空港に来た時は、まあ、こんな感じだと本当にガラガラっていうような感じでしたね。4階に行きますと、こんな感じで、まあ、シアターとかも、あったりとかっていうような感じなんですけれども、あるいはまた、3階の方に、上がりますと、ドラえもんですね、それと、ハローキティの、コーナーとかがあったりとかっていうような感じで、ハローキティフライトっていうふうなのもあるんですけれども、それは、こちらちょうどドラえもんですね。この上の階になります。今いるのは、2階の、出発ロビーの方に、なります。はい、向かいの方ですね、エスカレーター、歩くエスカレーターを、歩いていきますと、国際線ターミナルの方になります。はい、これぐらいからですね、国際線ターミナルの方に、入ってるんですけれども、まあ、今、北海道でウポポイとかをやってるんですね、白老の方で。まあ、そういうふうな看板は出てるんですけれども、ちょうどここのエスカレーター、歩くエスカレーターぐらいからは、英語表記が、多くなってきてるかなっていうふうな感じです。はい、まあ、外国人用に、まあ、エゾジカがいたりとか、まあ、そんな感じの、雰囲気で、日本らしさ、北海道らしさを、出してるかなっていうふうな、感じも、まあ、思います。もう、長い長い、この、歩く、まあ、エスカレーター、まあ、歩道ですかね、に、先頭までで見えるのは、まあ、前に、いらっしゃる、2人だけ、その前のエスカレーターの方にも、誰もいない、両側の方ですね、まあ、国際線ターミナル、千歳からですと、まあ、タイですとか、中国とかに、路線を、飛んでたと思うんですけれども、そちらの方は、全部今は、キャンセル表示っていう風な形に、なっております。まあ、とはいえ、今どうなってるかなっていう風な感じもありまして、ちょっと、行ってみたいと思います。那覇の国際線の場合には、いくつかのですね、飲食店は、やってて、そうですね、3分の1ぐらいはやってたかなっていう風な、感じですね。これは8月じゃなくて7月の下旬から8月の頭にかけての時の、状況だったと思います。今ですね、9月の、まあ、半ばぐらいに、差し掛かってきてますけれども、まあ、さらに、緊急事態宣言も、解除されて、そして、国際線もですね、一部、まあ、運行が、開始されている状況ですね。もう、イギリスとかに行くには、14日間の、向こうでの、検疫がないです。まあ、日本に帰ってきた時だけですね、14日間の検疫はあるっていう風な感じですけれども、あとは、ビジネストラックですね、ビジネストラック、まあ、ビジネスマン向けに、シンガポールですとか、今、続々と、日本が、外交ルートを使って、そちらの方を、開き始めているっていう風な感じですので、まあ、国際線が、まあ、今は、成田かな、羽田、ぐらいに限定されているかと思うんですけれども、まあ、いずれ、こういう風な地方路線にも、飛んでくるんじゃないのかなという風な感じがします。はい、前の方、電光掲示板ですね。はい、まあ、北海道らしい、まあ、風景と、まあ、ローマ字で北海道っていう風な感じですね。
こちらが、まあ、ハローキティですね。ハローキティも、外国人に非常に人気ですので、まあ、それもあって、3階の方に、ハローキティエアポート、ターミナルみたいな感じであるんじゃないのかなっていうふうな気がします。あとは外国人にやっぱり覚えに、まあ、どうしても北海道は成功させたいっていうふうな感じがありますので、そちらの方の、まあ、ポスターも、貼ってあるのかなっていうふうな気もしますけれども、皆さんどうお考えになりますでしょうか。はい。この、ロビーから、そうですね。はい。ここ、ちょうどここからですね。上に行きますと、国際線のですね、チェックインカウンターになります。国際線のチェックインカウンターが今どうなってるのかなっていうのがとっても気になりまして、あとは、その、上の方にですね、いろんな、ショップコーナーがあったかと思うんで、そちらの方も、どうなってるかなっていうふうなのもあったので、エスカレーターが上がりきったらわかるかと思います。まあちょっと、エスカレーター今ドキドキしながら、上がってるんですけれども、上がりきったところで、電光掲示板もついてますね。確かなーではついてなかったはずなんですよね。ただ、チェックインカウンター、そうですね。誰もいないっぽいですけど、明かりがついてますね。那覇は明かりも何もついてなかったんですよね。それと、航空会社の表示はないですね。JAL とか ANA とか、まあ、あとチャイナエアとか飛んでたかと思うんですけども、そういうふうな、表示、まあ、香港エアとかも飛んでたかと思うんですけども、そういうふうな、航空会社ごとの、表示は、今のところはない感じですけれども、左の方にですね、ちょっと見えるかな、はい、こっちの方にですね、今歩いてる人は別に、カウンターの内側にですね、2人ほど、人がいるっていうふうな感じですね。まあ、フライト飛んでないんですけれども、いらっしゃるっていうふうな感じです。お店の方はこんな感じでですね、まあ、まあ、中国人に、が、いっぱい来てた時に活況だったラオックスとかもあるんですけれども、お店の方は、全部、閉まってるかなっていうふうな感じです。はい、それでは、国内線の方に一回降りていきたいと思います。折り切って、右の方に行きますと、実はローソンが、あるんですね。あ、ちょうど見えてるこの正面のあたりですね。ここら辺に、ドラえもんと、ハローキティの方が、この奥の方なんですけれども、ありますね。はい、じゃあ、折り切ったところで、右の方ですね、行ってみたいと思います。まあ、そこが、国際線のところでの唯一の、コンビニっていうような感じなんですけど、そこは空いてましたね。で、その向かいには、北海道の、ツーリスト向けの、まあ、インフォメーションセンターがあるんですけど、そちらの方にも、3人ほど女性の方が、いらっしゃいました。という感じで、まあまあ、那覇よりも稼働してるのかなっていう風なのが今の、現状なんですけど、どうでしょうか。それではまたどうぞよろしくお願いします。